富士河口湖町内のコンビニエンスストアでは、店と富士山を同時に撮影しようと多くの外国人観光客が訪れ、マナー違反によるトラブルが問題となっています。対策として町は駅前のコンビニに黒い幕を設置すると、写真が撮りにくくなったためか観光客が減少しました。一方、この煽りを受けたのが役場前のコンビニ。黒い幕を設置して以降、観光客が増加し、横断歩道以外の場所で道路を渡ったり、車道と歩道の間に体を乗り出して写真を撮ったりと危険な行為が見られました。こうした問題を解決しようと、県は先月中旬、あるものを設置しました。それが、日々草が植えられたプランターです。県によりますと、プランターを歩道と車道の間に設置することで、心理的に車道を横断しにくくなる上、歩道から車道にはみ出して写真を撮れないようにしたということです。近隣住民は、歩道から写真を撮る人はいるが、車道にはみ出す人は減ったようだ。観光客の邪魔をする幕よりも綺麗な花を飾った方が気分がいいなどと話しています。県は今後も状況を注視していくとしています。